皆さんこんにちは、声優の牧野宗です。シーズン11お疲れ様でした。イエーイ。はあ、なんか私もね、今シーズン、ちょっとランクマにたくさんはいけなかったんで、ちょっと、大台に間に合わないかなと思ったんですけれども、シーズン終盤、最終週にね、結構たくさん勝つことができて、なんとかこのように、大台に間に合うことができました。よかった。でですね、前の動画で、言った通り、技師のね、A バッジ今シーズン初めて取れたんですけど、最終週まで、それはまあ、最終週の段階で維持できていたので、まあなんかやっぱラストの週で A バッジついてたらいいなっていうのは一個ね目標にもしてたので、まあそれも達成できたし、ほんと今シーズンでね、ほんと野良サバランクマ生活としてはほんと思い残すことなくなんかすごくいい感じで終わることができました。本当にギシちゃんのおかげというか、ギシしかほぼ使っていないのでね、本当にありがとうございました、ギシちゃん。でですね、概要欄の方に今回の動画の目次みたいなのを載せてるので、ぜひそちらご覧ください。はい、で今回はですね、シーズン11も終わったということで、機械技師の立ち回りの講座の完全版を、解読管理とチェイス、2パターンに分けて2本立てで撮ってみました。でこの解読管理編なんですけども、もうすでに初動を見ていただいたら分かる通りですね、私最初の動画の時はですね、一負傷の段階で結構ロボに集中するかなって言ってたと思うんですけど、あの時はまだ結構電池のその弱体化来てからすぐだったので、私自身もあんまり自分なりの動きが確立されてなかったんで、そうしてたんですけど、まあ今シーズン、シーズン11通して技師使う中で、結局まあ一負傷まではね、全然同時解読の方が、まあ解読の周り的にも、ロボの消費的にも、強いかなっていうふうに思って、毎試合ではないですけど、基本的に同時解読をするようにしています。それから人格に関してなんですが、左右右下、まあ臨機応変にっていうふうに言ってたと思うんですけど、ですね、左右でもいい時も全然あるんですが、野良で行くんであれば、基本的にはもう右下の方がいいかなっていう風に思い直しましたね。絶対そっちがいいってわけじゃないんですけど、私に関してはもう後半は毎試合右下で行ってます。まあ、VC やったりね、編成次第では全然左右もありだとは思うんですが、まあ基本右下で、全試合右下で大体行ってます。で、こうして2台上がって、残り2台となってるんですけど、占い師さんと墓守さんがもうほとんど回しかけで上がりそうなので、ロボはゲート待機をして、ここのね、裏のところで救助待機をしています。でですね、このレオはすごく救助狩りが強いハンターなので、寸止めがね、間に合うので、このペースは。寸止めができる段階で椅子に行って、もし救助狩りをされても死に救ができるっていう保険付きの段階で椅子前に行くことをおすすめします。もう多分今9割ぐらいかな。でこのように無事に4通電をできました。でこのキャンディー少女めちゃめちゃ可愛くないですか。この衣装皆さんもゲットできましたか。シーズン11のね、ダイスの一番最後の報酬でもらえる、これ無料でもらえるんですよ。で、ギヒちゃん、いろんな衣装ほんと、衣装ショーとか、あと普通に初期衣装も可愛くて好きだし、紫のとかいろいろ使ってるんですけど、まあ、今シーズンはこの衣装もらってからはもうあんまりにも可愛くて、ずっとこれを使ってましたね。で、この試合はハッチで、4逃げすることができました。はい、続いて2試合目ですね、解説していきます。これ新しいマップの永眠町。もう新しくもないかな。永眠町はですね、まあスポーン完全には全然覚えられてないんですが、基本的にハンター大体真ん中ら辺に来るだろうなっていうスポーンのことがすごい多いので、あの辺でスポーンした時は、近くの暗号機回すためにロボを隠しておいて、こっちの最果て、2階建て最果てをまず本体解読しちゃいます。ここってね、まあ、今回倒してないんですけど、心音した段階で板を倒しちゃえば、まあ、徒歩系ハンターだったらめちゃめちゃここ強いポジションでもあり、なおかつ真ん中全然
他の解読機をね、巻き込まずに2階建てで、こう、距離値が取りやすい場所なので、結構、ここ本体でゴリゴリ解読しちゃって大丈夫ですね。でですね、ロボが回す予定だった暗号機の方向から、傭兵のチャットが来てるなっていう風に思って、ちょっと申し訳ないんですけど、傭兵さんに譲ってもらってですね、どっちにしろこの後回すことになる真ん中の方に傭兵さんは移動してもらって、ここからロボとの同時解読を始めてます。でですね、ちょっと調光師さんがあまりにも内定なんで、本体にですね、これちょっと瞬間移動は渋いなと思って、みちこさん、でもまあ負傷したからもうさすがに調光師追い切ると思うので、もうガンガン。いけるんですけど、ちょっとね、あまりにも無傷でずっとで、瞬間移動来るかなってなった場合は、ちょっとだけ本体を、休んで、ロボだけ回すとかでも全然いいかなとは思います。瞬間移動がみちこはとにかく早いので、確定一発もらっちゃうと、ここだとちょっと近づりもあり得たから、そこは臨機応変にした方がいいとは思います。で、ファースト救助がね、自分の本体に寄せられたので、先に、傭兵に、行かせないで自分で行きます。で、ここの地下救助のコツなんですが、とにかく早くに来る。で、こっち側のハンターがこう階段を上がっていく段階で、さっきのどこかがってポトンってさっさと降りちゃう。で、無理せず、無理しないことが大事。4割を狙わないで、DD しない救助をできたらもう義士の地下救助としては全然もう、文句なし、文句なしは言い過ぎだけど、全然大丈夫っていうレベルの救助ができてるので、4割狙って、救助狩りとか DD とかしちゃうぐらいだったら、2割3割でいいから、しっかりと救助をする。そっちの方を意識するのが大事です。で、ここなんですけど、さっき傭兵に譲ってもらってあそこを上げた後、この自分のね、解読機が8割ぐらい回っているので、もうここをさっさと上げに来ます。で、昔はね、義士って簡単に壁してよかった。てか、むしろもう壁は、普通はする。結構しちゃってよくて。で、もうずっと自分はダウンしたまま、もうロボでゴリゴリと3台とか回したりできたんですけど、もう今は本当に電池がシビアなため、気軽に DD はしちゃダメなのでね。地下救助だけど DD しないことが大事になってくることが多いです。まあ、もちろんハンターの種類と縛られてるサバによっては全然壁しちゃってもいいこともあります。暗号機の周り次第でね。ただ今回はしちゃダメなので頑張って、さっさと行きました。で、2台上げた後にこっちの3台目なんですけど、最初にハンターが追ってた調光師がですね、初手触ってた暗号機だったので、ここの引き継ぎにロボを、移動させてきました。でですね、初手本体に集中して解読していたおかげで、ロボの電池がまあ結構残っているんですね。で、このラス位置を回すにあたって、この解読加速が来てる状態で、ロボをもうガン見で回すともう、こんな、すごくないですか？この速さ。この速さで回せるっていうのが本当に強くって、ロボの電池管理として、ラス位置をロボでこうやってファースト救助行って、自分が最後の回すってなった時に、こういう風に回せるのが強いので、やっぱり、本体で最初結構解読するのが大事になってくるかなって思いますね。で、今は、最後、飛び角の兆候に粘着に占い師が行ってて袋をつけたので、袋を剥がれたタイミングで多分傭兵さんつけちゃったと思うんですけど、やっぱここはね、本当は兆候師さんから解読集中してが来てからの方が、安全かなとは思いますが、まあ、でもロボがここをゲート開けてたのと、傭兵一発食らえるので、これで壁して無事に3逃げできました。はい、続いて3試合目ですね。これが一番ちょっと見ていただきたい試合でして、全員での解読管理が本当にうまくハマった試合です。で、さっきのスポーンね、もうハンター姿がっつり見えてたんですけど、ここのスポーンかなり危険で、さっき言ったように、トウモロコシ畑からハンターがここに来る ETC の方来る場合と、船か海岸の方からこの ETC に来る場合が結構あって、で、どっちにしろ、ちょっとこう、しゃがみ移動とかしても、もしこっちに来るってハンターが決めてたら、もうさすがに、このぐらいランク帯になると、索敵絶対されちゃうし、監視者とかの場合はもう、やばい場所で隠密とかしてるのが、村は本当に最悪なので、さっきのスポーンの場合は自分は、今のように即ロボを出して、本体はですね、小屋の裏側にも一直線に走ってます。で、
今のように、ハンターが中央だったり、アスレの方向に行ってくれたら、もうこれは勝ち確みたいな感じの、初動で、逆に自分の方にもし来ちゃったんだったら、ロボから離れる側に、その小屋の裏側、あるいは、さっきスポーンした3枚板から、中央船に経由するかの2択で、チェイスを始めるっていう風にしてます。でも結構ね、今の動き、そのスポーンして即座にも、出して即小屋の方に走ると、ハンターのね、多分視界の角度的に結構見えないというか、絶対こっち側でそう移動するサバがいるって思わない限りは、多分結構見えないのか、今の動きで所定中になることはあんまりないですね。で、この試合なんですけれども、海岸にもあって、ここ3連機なんですけど、空軍さんが負傷する前から、もう、誰も怪我してない状態から、ロボット本体と同時解読をしています。コケイ村はですね、解読がちょっと普通の他のマップに比べて遅くなりがちなので、ちょっと攻めたあれとして、ロボも最初から解読、同時解読をしてました。で、しかも今2台目をですね、ロボの、海岸の方に持ってきましたよね。普段だったら、安定を取るんだったら、ロボを小屋の本体の引き継ぎに持ってって、残りの電池でゲート待機もできるし、っていうことにして、ファースト救助行くよってするのが、結構まあ安定はするんですけど、今回はですね、墓森さんが上がっていたっていうことと、あとロボの電池、として海岸の方を向かしてもかなりほとんど上げきれるぐらいあるので、ちょっと今回は本体の引き継ぎではなく、もう3台目を回させる風に移動させています。で、救助の今タイミングなんですけど、もうとにかく手を貸してを打って、占い師さんに新規を回させない、もう2台回ってますよっていうのを強くアピールして、で墓森さんにもそれを伝えることで、受難の影を見て、自分がセカンド救助に行く間に墓森さんが海岸のロボを引き継いでくれるように、そのなんて言うんですか、意思表示を強くするのが大事です。今の動きをした場合に、占い師さんが近場の新規を回し出しちゃうと、本当にそれが一番困るパターンで、自分の2台はすごい中途半端にたくさん回っちゃうしで、とてももったいないことになるので、こうやって3台回す場合は、最速で回るけど、絶対引き継ぎをミスってはいけないということで、手を貸してを、しっかり打つことをお勧めします。で、この救助なんですけれども、もう通電準備ができている場合はですね、このアントニオの弦を避ける必要はなくて、さっきこう、やってくる、なんて時に見えた、そのハンターとの距離的に、もう弦を食らってもそのまま救助で間に合うなっていうのが分かっていたので、読み合い、恐怖の読み合いの果てに、飛んじゃう。空軍さんが一待機終わっちゃうっていう最悪のを避けるため、もう弦を避けるんじゃなくて、通電準備ができたらもう、食らって DD でいいから救助っていう風にしましょう。でですね、アントニオさんの救助は、この通電準備できたセカンド救助なら今ので全然いいですけど、ファーストの時はアンちゃんと一緒で、特に村の時はめちゃくちゃ早く行かないとダメです。音符を1個出して、弦を張れる5秒間かなの間は、椅子からちょっと離れてそれを避ける読み合いする。で、次に本体攻撃の読み合いってなるので、ファースト救助 DD できない時は絶対に早めに行きましょう。で、今回は無事にね、多分墓森来れるけど、ロボの電池が少し余っているので、空軍の釣り位置が近いから、ここに耳鳴りを一応残して、はい、無事3人でできました。はい、皆さんお疲れ様でした。簡単なまとめとしましては、ノラなら基本人格は右下。ロボは即出ししてから本体解読をまずはする。で、1負傷したらロボの解読も始めて2台を同時解読。で、2負傷以上ならまあロボに集中かな。毎試合ではないです。本当に臨機応変にすることも大事ですが、それが一番多くなっています。ぜひチェイス編の方もご覧ください。それではありがとうございました。